こんにちは、画家の長沼圭です。はい、今回はアートコレクターズ掲載記念といたしまして、ふくふく堂さんのホームページに5月25日から6月20日の間にスペシャルエキシビジョンオンラインという特設ページを開設しております。このページではもう私の掲載している作品の概要のほか5点がウェブ上で展示販売しております。ぜひそちらをチェックしてみてください。概要欄に貼っておきます。はい、その5点 の作品の説明を順番にしたいと思います。今回の動画ではページの一番上にある作品ノアズアークという作品についてご説明したいと思います。こちらがノアズアークというタイトルの作品になります。こちらはですね、3部作のうちの、1枚になります。最初が動物たちが、箱舟から箱舟に乗っていくシーンで、で2つ目が船が漂流して、漂流してこう流されているシーンで、3つ目がこちらの、もう洪水が収まって地上に船が乗り上げて、ゆっくりこう動物たちが船から一斉に降りていくシーンを描いております。はい、動物たちが、久しぶりに降りた地上に歓喜しながら伸びやかに深呼吸しているシーンになります。はい、希望に満ちたこう朝焼けを何回も何層にも何層にも絵の具を重ねたり金箔を使って表現してみました。で、描いてる動物たちは3つの動物園を取材して回り、1匹ずつ丁寧に描いております。こう大橋がカバの上に乗っていたり、ペンギンがいたり、ヤギがいたり、こちらは葉っぱを持っている、お猿さんがいたり、キツネがいたり、こっちを見ているヒョウがいたりですね。奥にはジャンプしているクジラも描いてます。で、右の上の方にはオリーブの葉を加えた鳩を描いてます。お話自体は有名なので知っていらっしゃる方もいると思うんですけども、鳩は地上が安心して過ごせる世界になった証拠にオリーブの葉を加えて戻ってきたというのが、お話の中にあります。私は大きい動物たちが大好きで、今回の作品にもカバだったりとかサイだったりとかゾウとかライオン、キリン、またマレーバグとか、あとクジラを描いております。で、構図なんですけども、近いもの、真ん中のもので、遠くのものと、あと3つの構造にして受けて描いております。そうすることで奥行きが出る作品になっています。はい、絵肌はこういう風にちょっとザラザラした感じなんですけども、キラ壁面画というオリジナル技法で今回も描いております。私は5年くらい前から楽園をテーマに描いています。どうして楽園なのかというと、私実は画家になる前に鍼灸師をしていまして、本当は美大に行きたかったのですが、鍼灸の学校に進学して、ずっと絵を描きたいのに描けないということがあり、本当の自分はこうではない、これがしたいことではないと悶々していたことがあります。
幼少期からなんですけども、言いたいことや自己主張がうまくできず、ずっと苦しいモヤモヤを抱えていたんですが、ある時鍼灸スタッフとして船で施術を任せていただけることになって、約3ヶ月乗船して世界一周する機会をいただいたことがございます。でその船に乗っている間、なんか乗船しているスタッフやお客さんを見ている中で、やっぱり結構言いたいことをみんな好き勝手に言っていて、でもそれがすごく魅力的に見えて、おとなしくしているよりも私も自分の意見をもっとはっきり言える人になりたいと思い、まして、少しずつ、嫌なことは嫌を、できないことは無理しなくなりました。私のテーマとする楽園は、本に載っているインド系ではなく、私の解釈の中の楽園なんです。私がそこに困っているものとして、誰も自分らしく生きる優しい世界、そんな意味を込めて書いています。今この瞬間が楽しく喜びに満ちていれば、世界は楽園になり、過去も未来もなく、今を生きることになります。そんなことを全体の絵のテーマとして書いてます。でノアズアークを描いてる中、やっぱそうですね、船で過ごした時みたいに、船で過ごした時に見たのドラマチックな空だったり、毎日変わる海の色や、船上生活で波が揺れてもっとおぼつかなくなったり、なんていうことを思い出しながら書いてました。人にやっぱり任せて舵を取ることをしないと、とんでもないところに行きますが、自分で舵を取ることをすれば、人生は思い通りの方向に行くと私は思っています。だからこの絵の船は、可能性や希望が詰まっているものになっております。はい、長くなってしまってちょっと息も絶え絶えなんですけども、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。はい、改めてなんですけども、福堂さんの特設ページに、スペシャルエキシビジョンオンラインという特設ページにこちらの作品がございますので、ぜひチェックしてみてください。それでは皆様ありがとうございました。またねー。